中日快勝。中日横浜15回戦、中日が横浜に6対2で勝利。中日勝ったがね。ナイスゲーム。高橋ひろとしか勝たん。いつも悪い流れを止めるひろと、これぞエース。中日打線が6点なんて雪が降るんじゃないか。7安打6得点とか珍しく効率良すぎたな。マジで人生変わった細川。最高のゲームだった。横浜負けたじゃん。相手チームの連敗止めるのは得意。ここ12戦で1勝11敗。今年は4位か5位か。牧休ませ追いまいても役立たん。真夏の大連敗。横浜先発浜口 4.1 回5失点。浜口は当たり当番がなくなった。どんだけ打たれ続けても浜口って使われるよな。浜口はまあもう無理よな。横浜リリーフウィック 0.2 回1失点。またいつものウィックか。ウィックは敗戦者に。とりあえずウィック使い潰そうってことか。中日先発高橋7回1失点。高橋ひろとがやっぱすごい。高橋ひろと様々だけど、さすがに投げさせすぎだわ。高橋で勝って他で負ける流れを変えられればよいのな。中日リリーフ清水1回1失点。ほんといまいちだな清水。清水も投げにくいマウンドだったか。しかし5点リードでも清水か。横浜打撃成績。オースティンリヒ先制打点。オースティンナイス。オースティン素晴らしい仕事。山本タイムリー。山本よう打った。山本こういう場面だと打つな。中日打撃成績。細川ツーランホームラン。やっぱり細川よな。細川よう打った。細川タイムリー。細川しか打ってない。細川個人分発動。カリステタイムリー。ナイスカリステ。カリステ積極的だな。岡林2点タイムリー。岡林やるやん。岡林復活してる。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。